はい。よろしくお願いします。え今回は高校受験対策の終シ,シリーズ第97弾やっていきましょう。で、問題8問ありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、ちなみに8番に関しては皆さんで専分 OA を、まあ、引いてもらって、書き方が合ってるかどうかのチェックでお願いします。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安な問題があれば、今からね、自分が解いていきますので、必要なところだけチェックしてもらえたらと思います。いいかな では早速ねまず一番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。それでは画面下げますのでお待ちくださいよよほおちょっとき過ぎなこのぐらいでいいかな。よしでは参りましょう。まあまずはね一番はいつも通りというか。 オー5マイナス、ごめんなさい、5引くカッコマイナス7ということで、まあ、プラスに変えて、こっちも変えちゃおうぜって。つまり5、5足す7になるから、12で、OK ですねって。まあ、最近、まあ、いろんなね、都道府県の解いてるんですけど、やっぱ多いですね。この引くカッコマイナスっていうのは。なので、まあ、こういう形で解いてください。で、次、ルートの計算です。で、これはもう、ルートの中身をこう整理していきましょう。まず、27。 は、か、えー、9×3 ですね。9327。で、まあ、これあ、ちゃんとルートのね、動画撮ってるんで、そっちで確認してほしいんですけど、こう中身をこう整理する、出すのが苦手な方もいるんですが、これを考えるときのポイントって、掛け算に分けるんですよ。ほにゃららかけるほにゃらら。で、それを何に分けたらいいかわからんっていう方がいるんですが、その時に、これを使ってください。まあ、まだ続くんですけど、これ。4、9、16、25。次36ってなっていくんですが、 こいつら何かっていうと全部2乗です。2の2乗、3の2乗、4の2乗って。ま、あ27は、おそらくまあ27、27×1 ってする方いないと思うので、まあ、くさんってすぐ出ると思うんですよ。で、9を使うと9が3の2乗なので、2乗のアイテムを消費することで、この3は外に出てくるんですね。でもこの子は2乗がついてないんで、中に残る。つまり、ルート27は3ルート3って変えられます。 よく見せ、まあ、るというか迷うのはこの子ですね。12は、まあ 1×12 もありますけど、2×6 かもしくは 3×4 なんですよ。で、どっちやるかっていうと3、3×4 をやります。なぜかって、4が2の2乗だからです。つまり、2の2乗 ×3 って分ける。で、さっきと同じ2乗のアイテムを使うと、2は外に出てこれるので、この子は2ルート3になるわけです。で、まあ、足し算。 で、こういう問題は絶対ルートの中が同じになります。そうなってるから。中が同じになることによって、外の3たす2ができるようになる。だから3たす2ができるから5。で、ルートの中身は変わりません。足し算引き算はね。だから5ルート3と。こういった形でやってください。よいしょ。ちょっと吹くやつがなかった。で、3番はルートの展開ですね。まあ、これは公式でいいかなと思います。ちょっと確認しますね。公式、 x-y の2乗このパターン。これは、x2 乗、マイナス 2xy プラス y の2乗です。多分皆さんの教科書にはこれが書いてあります。でよく覚え方としては、この子の2乗、左側のパーツ、自分パーツって言い方しちゃうんですけど、この左側のパーツの2乗。つまり、ルート2の2乗なので、ルートは2乗するとルート外れますからね。つまり2です。で、真ん中は、えっと、左のパーツ、右のパーツ、2をかけます。 左のパーツ X、右のパーツマイナス Y ですね。で、あと2をかけるとマイナス 2XY になるので、この子とこの子とこの子かけると、マイナス2ルート2になります。マイナス2ルート2。で、右のパーツ。まあ、マイナス Y2 乗すると、マイナスは2乗すればプラスになるので、プラス2乗だから、プラス1となる。まあ、これが公式使ったやつです。で、2と1は計算ができますんで、3マイナス2ルート2と。これで終了です。 で、もし、もし本番で、例えば普段できてたのに焦ってね、公式が思いつかなかったりとか、ちょっと不安な時は、この2乗って、ルート2-1が2個かかってるって意味です。こう、これと一緒ですからね。で、こう書き直して、全部掛け使ってください。全部掛けっていうのは、ルート2とルート2、ルート2とマイナス1を掛けます。もう1個。マイナス1とルート2、マイナス1とマイナス1を4回かけるんです。これ全部掛けって私が呼んでるんですが、 これをやって、まとめてもらっても同じ答えになりますから。からこれでももちろん構,構わないです。あとは、1回目は公式使って、全部終わって、戻ってきて、2回目の確認時はわざと全部掛けしてみるとかね。いつも言いますけど、違う解き方をして答えが一致した方が、ケアレスミスは減らせます。なので、ま、そんな感じで、ぜひやってみてください。では4番。連立ね、久々だったと思います。多分、四守。 自分解いてでは久々に出たなと思うんですけど、ま、あいつも通りやっていきましょう。x と y、数字ね、係数が揃っていないので、どちらか揃います。ま、あこれは、こっちの x 揃えるが楽だと思うので、下に2をかけましょう。2をかける。そうすると、2、ちょっと変えますよ。4、全部にかけます。10と変わる。で、2が揃ったので、ここを引き算。すると、x は消えますと。で、マイナス 3y、 式算なのでこう、マイナス 4y になるから、マイナス 7y。ここにもマイナスがくっつくので、マイナス4とマイナス10で、マイナス14。両辺マイナス7で割れば、y は2となります。で、この出てきた答えをどっちかの、入ってる、あぶれ。はいどっちかの式に入れましょうと。ちょっと今下書き直しちゃったんで、上入れましょうか。この y の部分に2を代入します。つまり、えーっと、下いけるかな。 2x-3×2 ですね。かけ算ですよ。だから、-6 イコール -4 と、ちょっとこれ整理すると、2x イコール2となるので、x イコール1と。ちょっと見えなかったかもしれないですね。<laughs> 大丈夫かな。となって、これで終了です。で、いつも言いますが、連立方程式は解いたものが合ってるかの確認ができます。で、今ちょっと消しちゃったんですけど、もともと下の式。 えー、X プラス、えー、2Y イコール5だったので、この答え1と2を代入します。それぞれ。2箇所に。X に1入れて、Y に2を入れると22が4だから、こうなれば1たす4は5となり立ってる。これが下の式でも上の式でもちゃんと成り立ってれば、絶対に正解です。これは。受験本番ね、ミスしたらどうしようって緊張感の時に、自分で確認ができるってすごい安心感に。 なりますからもちろん時間取られるので必須ではないんですけどぜひねやってくださいあの思った以上に安心します受験本番でやるとねで5番です、えー、この二次方程式解いていくんですがまあここにね係数ついてるので、まあ、ほぼ解の公式になるでしょうとまあ違うパターンもあるんですが解の公式いきますで今回は書けそうなので久々に書こうか解の公式ねもう呪文のようにやっていくよ解の公式は x イコール 2a 分の b プラスマイナスルート b の2乗マイナス 4ac と足りなかったねこれが解の公式ですもちろんこれがね因数分解できれば因数分解して解くことができるんですけどこれは使えないとで abc それぞれ何かっていうと a はここです 3b が 7c が1ですそれをそれぞれ代入していきますそうすると x イコール 2a 分のだから6分のマイナス b だから b 7にマイナスつけるんでマイナス7プラスマイナスルートちょっと外で計算しようか b 2乗7かける7で49マイナス 4ac はマイナス4かける3かける1つまりマイナス12ですってことで37でルートは必ず中身チェックルート37がこういうふうに外に出せないかなって確認するんですけどこれは出せません 特にないので、答えはこのまんまでオッケーと。いう形になります。では六番、六番もね、こうよく出てくる問題なんですが。こう、久々に解いててね、お、なんか久しぶりみたいな感じでした。これ、今二つ、えっと円柱があります。f. G. ですね。書き忘れいやった。f. と。g.。で、相似比が三対五になってます。相似比が三対五です。で、体積が。 こっち F の方が 81π が分かってる。でもこっちが分かってないんです。こっちが。体積ね。X にしときましょう。で、掃除比が出てる状態で、体積の比も出せますね。これはまあ公式にあるんですが、えー、体積、比。で、今回はないんですけど、面積、比もあります。ね。で、これは掃除比から体積比にするときは、それぞれを三乗するんです。 三乗。つまり三の三乗だから27対5の三乗なんで、えっ、ー、と、125か。これが掃除比を使って体積比に持ってくれる。で、体積比が出たから、これここ,これこってなんだ。この子を使って、27対125イコール 81π 対 x。で、体積はなかなか外外で計算ができます。 で、まあ、外外かけて 27x。で、最後27で割るから、ちょっとごめんなさいね。あ、あの、場所があんまなくて。27分の125かける 81π。ええー、と、こうなってる。で、これ、約分が9でいけるか、まず。9で9327、981で、こっちも3。あ、これ、<laughs> こいつ、約分できない。<laughs> 待って、入らなくないギリいける <laughs> ちょっと詰め込みますね。ごめんなさい。 えっと3分の <laughs> でかくあ三3分のじゃないよごめん <laughs> ちゃうよ十七3と9って約分できるじゃんね27と8がそもそもできるわこれ3だねだから1 2 5三3 π になるのでえー、っと375か 375π ごめん立方センチメートルよいしょ青がねすごい重なっちゃってね ごめんなさい。これが答えとなります。よいしょ。で、さっき言った面積比。もしね、掃除比書いてあって、面積の比で比べたいときは、面積は2乗します。だから今、と立体になってますけど、掃除比が3対5だったらと、面積比は2乗するんで、9対25になります。2乗してね。 で、もし、その、えー、なんだっけ二乗だっけ三乗だっけって分かんなくなったら、皆さんもし、センチメートル使ってる時、面積って平方センチメートル使いますよね。体積って立方センチメートル使うじゃないですか。単位は。だからその数でいいんです。その数。面積比だったら二乗すればいい。体積比だったら三乗すればいいんです。いいか、そこでぜひ思い出してください。よっしゃ。じゃあ、あと二問いきましょう。7番。 これは、交互にすればよかったなと思うけど、まあ行きますね。赤行きましょう。で、この円の中に四角形が内接しておりまして、ここ34と20がありますと。で、ここのね、赤の角度を出したい。で、これ、まあ見た時に、まず思ってほしいのは、円に内接してる時点で円周角は使うよなと思ってください。円周角使うと。で、もう一個。これね、ちょっと下使わないので、カットしますよ。ここね。ここ。 なんで、わざわざ直径にしとるんって話よ。直径、BC を直径にしてくれてるのね。ってことは、それを使うわけですよ。で、円に内接してるときに直径があるときは、ちょっと復習です。一辺が直径で、三角形が内接してたら、ここ絶対90度になります。これどこでもそうです。こう持ってっても三角形の一辺が直径だから、ここ90度です。だから、これで言うと、 青にするか。ここ90度です。なぜかって三角形の一辺、内接線の一辺が直径になってるから。もちろん、ここも直径になります。じゃあ、こいつらうまく使っていきたいなという考えるわけです。で、もちろんこれ、角度の問題って解き方一通りじゃないんで、二通り三通りあると思うんですけど、そのをち個紹介していきます。私が考えたときは、まずここですよ。ここね。これと、ここって同じ角度なんですよ。 なぜかって円があって、スタート地点ここ、A と B 固定しますと。スタート地点固定して円周角、外に出るからね。円周角、円周角だから、スタート地点同じだからさ。円周角の定理でこれ同じ角度になりますと。じゃあ、ここ出したいなって思ったんです。で、今、ここ90度書いたじゃないですか。出ますよね。もう。だってこの三角形の中、 で、ここ出したい。34と90と、ここで20使ってるわけだから、全部足すと、えっ、ー、と、144度か。144。それを180から引けば、ここと、ここと、ここを取れば、これ残りますよね。三角形の。だから、答えとしては、36度。これで OK ですよ、と。 いいかなこんな感じでやってみてください。たださっきも言いましたが、角度の問題で一1パターンじゃないんで、他の解き方でも36度に導けてれば全然それで OK ですからね。あの気にせず答えが合ってるか確認してください。よしで、ラスト行きましょう、えー。これは今から二等辺三角形を書きたいと。OA イコール OB。つまりこの辺に B 持ってきて、OA と OB をここね、同じ長さにしたいんですよ。で、まず、 OA と OB の同じ長さってめっちゃ楽ですよね。なんだかってコンパス使っていいから、針刺して OA 取るじゃないですか。ピーって弾けば、これどこでも絶対同じ長さですよね。だからそれで同じ長さは取れるんですよ。問題は、この30度。今、各 AOB。つまり AOB なんで、ここっすね。が30度を作ってほしい。で、この30度の作図の仕方っていうのは、あるものとあるもののコンボを使います。 コンボ。で、いつも、えっ、ー、と、角でと続けたくずの技って3つね。教科書のっていうのは多く3つあるんですけど、それ以外に1個きます。何かっていうと、30度は、正三角形と、これはいつも言うやつですね。角の二等分線。これのコンボでいきます。 つまり、30度いきなり書けないんですよ。その作図ないんです。で、何するかっていうと、まず三、ごめんなさい、正三角形を書く。そうすると、正三角形って1個60度だから、ここ。全部そうだけど。だから、60度の角の二等分線、半分にしちゃえば、勝手に30度できるんですよ。6 0る2でね。だから、それでいきます。30度の作図っていうのは。いいですかだから、まず、正三角形を書く必要がある。で、どう書くかっていうと、正三角形は、 まず、針刺します。で、正三角形で全部の長さが一緒なので、OA ここね、取って、シューって書いてください。もうこれはちょっとフリーハンドなんでごめんなさい、許して。まあ、こんな感じ。で、書きますと。ちょっと長かったな。で、同じ長さで、こっちにも針を刺して、シューって書きます。そうすると、ここ。ここが三角形。このね、交点と結ぶと、正三角形になると。 これで、ちょ、っと書いとくわ。正三角形がいける。これはすごくシンプルです。書書き方をね。だって、取って、シュ取って、シュってやるだけだから。そうすると、3つの辺が全部同じになるんでね。で、これを書くことによって、ここ60度できたから。じゃ、ああとは、ここの角の二等分線。で、角の二等分線はコンパス適当に開いてください。刺します。刺して、まず、こうやって、シュって。 ここと、ここの交点が欲しい。二箇所。いいで、次、またコンパス適当に開いて、ここに刺して、シュって、ここかね、シュ、ちょっとあれだ、角度ありシュって後つけます。で、今開いたコンパスの幅を変えずに、こっちにも刺して、シュってやります。こんな感じかなで、ここと、ここを結んでいきます。 こうやってあごめんなさい,いもっとなったこうですねこう結ぶそうすると六十度の角ああ待って角の下入んなくない入んないこっち青はこれでちょっと角の字がじゃ二等分線オッケーと このコンボです。で、そうすると、ここに今30度が作れました。で、今、書くのは、ゴールなんだえー、っと、三角形 OAB を作図しなさい。また点 B の位置を書きなさいってことなんで、OAB、今、OA と OB 同じにしたいんですよ。で、さっき言ったように、このカーブのところ、この部分だったら全部同じ長さだから、B はここね。ここが B。 で、三角形かけって言ってるから、最後にここを定規で結べば、三角形 OAB。しかも OA と OB は同じ長さで30度が完成となります。これは作図の問題の中ではちょっと難易度が高いです。なぜかって正三角形が入ってるからね。入ってるんだけど、30度の作図って絶対覚えておいた方がいい。よく出てくる。よく出てくるって言うのもあれか。の出てくる頻度は低いんだけども、差がつけられる。そう。 だからぜひ覚えておいてください。30度の作図は正三角形と角の二等分線のコンボで書くことができます。いいかなはい。ということで、今回は高校受験対策の終シリーズ第97弾やらせてもらいました。で、一応ですね、この動画で冬休みの毎日投稿が終了となります。で、ここからはまた来週から毎週土曜日に受験対策投稿していく流れに戻りますので、まあ、ここまで投稿したものも含めてですが、ぜひ受験勉強のお供にまた使ってみてください。では、今回の授業はこれで終わります。 以上です。ありがとうございました。